よし、このな、夕方の静かな時間にな、集中して勉強しよう。もうすぐ大学受験やし。よし、頑張ろう。この時間静かやからな。よし、頑張らなあかんな。犬はドッグ。猫、猫何やったっけな。猫、竿だけ、竿だけ、竿だけ、日本で1000円、日本で1000円、竹屋。もうこの時間か。この時間になったらな、いろんなもん売りに来るからな。またスピーカーでうるさいねんな。あ、集中して勉強しよう。し、猫、猫何やったっけな。わらび餅。来たもん。わらび餅。うるさいわ。もっちもち。なんやそれ。たくさんもっちもち言うの。おいしいおいしいわらび餅はいかがですか。奥様お買い上げありがとうございます。あら、こちらの奥様もお買い上げありがとうございます。また皆様ごひいきくださいませ。めっちゃ売れてるやん、わらび餅。すごいな。あ、わらび餅。うるさいわ。ランラララ。ご機嫌さんやな。わかりやすいな、あの人。ご機嫌さんや。あかん、勉強しよう。もうそんなあかん言ってたら。また来た。さおだけ。うるさいね、さおだけのおっさん。売りたい、売れない。売らんこと言わんでええねん。日本で400円。安なってるやん。最悪300円でもええよ。どんだけ売りたいねん。なんか全然人集まってへんやん、かわいそうに。だけやさおだけ。テンション下がってるやん、もうかわいそうに。頑張れよ。でもな、さおだけなんか絶対いらんからな。買う気せえへんもんな。まあまあ勉強や勉強や。あら、この時期に焼き芋って珍しいな。焼き芋美味しい、あったかみもやかったかい、お芋の足焼き芋、あったかも加熱してきます。帰れ。グダグダやないかお前。もう一回練習してこい、ちゃんと。どんだけ緊張しとんねん、焼き芋のおっさん。帰れ、練習してこい、ちゃんと。うるさいわ、もう。が、また来た。もう買わへんで。お兄ちゃん、体大丈夫？節子、お兄ちゃんは大丈夫？何言うとんねん、あいつ一人で。お兄ちゃん、このドロップを食べ。節子、これドロップやない、おはじきや。何を言うとんねん。しっかりせえ、節子。お前や。お兄ちゃん、お腹すいた。節子、このサウダーさえ売れたら今日はなんとかしのげる。節子、節子どないしたんや。お兄ちゃん、うちずっとビチビチやねん。節子、節子、くそ、このサウダーさえ売れたら節子は助かるんや。節子、節子。日本で1000円。買うか。買うか。そんな小芝居に騙されるか、お前。何一人二人でホタルの墓やっとんねん、お前。恥ずかしいやろ。行けよ、サオダケのおっさん。絶対いらんわ、サオダケなんか。あかん、もう。アイスクリーム、アイスクリーム、アイスクリームに行きよった。うるさいわ、もも。アイスクリーム、ベッドベト。売るな、そんなやつ。売ったあかんわ。結構遠くから来たよ。知らんがな。どっから来たかは知らん。アイスクリーム、ドロドロ。なんで売んねん、そんな。結構朝早く起きて、遠くからわざわざ来たよ。何のアピールやねん。帰れ、アイスクリームのおっさん頼むから。アイスクリーム。最後はもう、あれあれや。はい、めっちゃ寝ちゃう。なんで電話してくんの。なんで番号知ってんねん、あいつ。電話してくな、立つわ。あれ、焼き芋や。練習してきたんか、ちゃんと、あのおっさん。多いな。何人乗っとんねん、軽トラに。20人ぐらい乗ってるやん、あれ。多いわ、多い。こっち乗ってるやんけ。うるさ。うわ、事故った。うわ、むちゃむちゃや、車。うわ、今飛び散ってむちゃむちゃや。何、あ、かわいそう。うわ、ぐちゃぐちゃやな。救急車呼んだろ。あれ、えらいことやで。119と。あ、すいません、4丁目なんですけど、焼き芋のおっさん事故ったんで来たってください。お願いします。大丈夫かな、あのおっさん。ぐちゃぐちゃやで、これ。うわ、優秀やな、早いな。あっちです、行ってください。救急車が通ります、どいてください。あの焼き物さんですわ。救急車が通ります、どいてください。
救急車が通りまんといてた。お前ちゃんと言えや。同じこと何回見て笑ってまうね。あかん、はずいわ、言うの、一人で言うのはずいわ。ちょっと一緒に言うてや。もうええで。全部で言うてや、一緒に行くで。行くで。せーの。救急車が通りますと、お前言えや。何してんねん。中学生か、お前ら。休み時間みたいなとるねん。どこ行くねん、ほんで。向こうや、言うとんねん。ちゃむちゃやな、救急車も。うるさい、全然勉強できへんもん。あばっかりやわ。はあ、何やこれ。甘い甘い有田みかん。うわ、こんなん初めてやな。甘い甘い有田みかんが食べたいです。知らんわ。買いに行けや、自分で。知らんわ、もう変なおっさんうろうろしてるやん。買いに行って自分で。なんででっかい声で叫んでんねん、あのおっさん。怖いわ、この辺。引っ越しよう、もう。うわ、あ、焼き芋や。うわ、車変わってる。大丈夫か、おっさん。何があったんや。車変わってるやん。多分保険降りて通ったな、あいつ。うわ、積んでたし、ノリノリやな、おっさん。えらい目線したな、焼き芋のおっさん。あかん、腹減ってきた。あかん、疲れた。なんかつい来たら顔。腹減ったわ。わらび。はやっ。変われへんわ、今のわらび町は。早すぎた。有田みかんが。おっさん、有田みかんのおっさんも早い。イエーイ、焼き芋。何があったや、あの3人むっちゃレースしてるやん。まだ事故んで焼き物をさんなしてたら絶対買わなあかん。次なんか、あ、ラーメンや。あ、これ初めてやな。すいません、お茶、お茶、あのラーメン一杯ください。あ、毎度一杯1500円です。1500円、高っ。まあ、とりあえず取りに行きますわ。よっしゃ、ラーメン食べてもう一回勉強頑張ろう。竹屋さおだけ。騙された。